美学校は東京都千代田区神田神保町にある私塾で美術や音楽、メディア表現の教室である。学校法人ではなく会社法人組織として運営されている。1969年2月に現代視聴者の石井、教授、川西広志らによって創立された。ロゴデザインは赤瀬川源平。入学試験、資格はないが、 学校法人でないため卒業しても得られる資格はない。講師には芸術分野の著名人が多く、講義内容は各講師が学生の意見を聞きながら決め、自由活発な学びの場として知られる。一方で経営は苦しく、2019年までに倒産の危機が3回あるなど曲折を経ている。岡山市に岡山港がある。なお、映画美学校とは無関係である。 創立以来の講師陣には、中西夏の、加納光を、赤瀬川玄平、松沢育、中村博菊場竹茂久場、尾畑博などの美術家のほか、木村恒久、笠井明、鈴木誠純、木村武夫、小杉武久、松山俊太郎、渋沢達彦、東十郎など多彩な人物が、教団に立った。2000年に、 藤川光造が代表に就任して、以降は、絵画、版画、写真といったオーソドックスな美術講座を開催する。一方、現代美術やメディア表現の講座も開催。小沢剛、相藍玉こと、松陰博之、宇治屋、総明、藤広志、宇都信彦、伊藤敦弘、小倉誠氏、三田村光戸里、小順、中沢秀樹、真島秀則、陳、 本リーダー、浮き竜太、福住蓮、久住正幸、佐藤直樹、鈴木淳、小田島と志、神母らが講座を担当した。2012年から始まった音楽コースでは、菊池成義、大谷の、横川敏彦、ナム、岸野の優一らを講師として、学理、作曲から、デスクトップミュージック、レコーディングなどの講座を開催した。2019年までに約4000人が育った。 後に代表を務めた藤川幸造は第一期生である。赤瀬川源平が創設以来長年にわたって講義をした絵文字工房は赤瀬川のそのお料理の興味の対象を講義する人気の教室で平口博美、南新坊、渡辺和弘、泉正幸、森信幸、上原善治、窓の和也、井上即人など多くの人物を輩出した。 その他にも、平根隆林英哲、村上龍、佐野史郎、浜、津も松井明、佐藤直樹、田村春穂、楠見拓也、麻生春民、長谷川貴子、小松ソウルカッターラム出身者。ありがとうございます。